茨城県道108号中港大洗線。ひたちなか市海門町園形の赤い構造物は、海門橋のアーチ。茨城県道108号中港大洗線は、茨城県ひたちなか市から道県東茨城郡大洗町に至る一般県道である。ひたちなか市部電屋の国道245号から同市、中港市街を経て、大洗町桜道の鹿島臨海鉄道大洗駅前に至る。 一般県道。途中、中川河口の開門橋を渡る。路線名の中港は、日立中市の平成の大合併前の自治体である中港都市に由来する。1959年10月14日、新たな県道として中港都市を起点とし、東茨城郡大洗町を終点とする区間を本路線として茨城県が県道路線認定した。1978年、 中港市街地を通過していた国道245号の旧道移管に伴って国道の旧道部分の一部を編入して路線が延長されて起点が港本町交差点から同市の部電屋交差点に移された1995年に整理番号108となり現在に至る道路法の規定に基づき日立中支部電屋同市西13部行館及び 日立中市港本町東茨城郡大洗町、磯浜町間は、緊急輸送道路として、機能を維持するため、災害発生時の被害拡大防止を目的に、道路用地内に電柱を建てることが制限されている。大洗海岸通り元とは、大洗町内の茨城県道173号、大洗公園線の通称道路名、2013年12月の道路区域指定で、 大洗公園線は、中港大洗線との全線重複区間となる。サンビーチ通り大洗町内の茨城県道2号、水戸小田沢原線の大洗鳥居下、大洗三ビーチ入り口までの通称道路名で、このうちの大洗鳥居下、大洗マリンタワー間が、水戸小田沢原線と中港大洗線が重複する。きらめき通り、茨城港大洗港区沿岸の東茨城郡、 大洗町港中央から鹿島臨海鉄道大洗駅前の道長桜道を結ぶ延長687メートル、福音18メートル、2車線4.5メートル両側歩道の街路。元は1968年12月28日に都市計画決定されていたものの、住宅密集地の中を横断することから未整備状態が続いていたが、 東日本大震災を踏まえた津波避難経路としての役割を持つ道路として平成24年度から復興交付金事業により5年8ヶ月の期間と約18億円をかけて整備が進められ2016年11月7日に開通した街路完成は東日本大震災を契機として茨城県と大洗町のほか地元住民が一体となって成し遂げたものであり 津波で大きな被害を受けた地元地権者から防災道路整備の必要の理解と協力により2013年9月からの用地交渉開始から1年半後には予定用地の96%まで取得するなど用地買収は順調に進み2015年末までに本線上のすべての用地買収が完了した2015年1 1 1 2月の2ヶ月をかけて 道路の経路上にかかっていた弥生時代の集落跡で、ある髭釜遺跡の発掘調査を経て、2015年12月から2016年10月の11、過月間で道路整備工事が行われた。福音、曲線半径、郊外その他道路の状況により最大積載4トンの普通貨物自動車が通行できない区間、街路那夏海、大洗線を県道三戸ほ田沢原船とする。 区域変更に伴い、県道中港大洗線の一部を短縮するための区域変更。茨城県道173号、大洗公園線の全線及び、茨城県道2号三戸鉾田沢原線の一部と重複。ありがとうございます。